録画してんのかこれ。奥をちょっと覗き込んだら終わりにします。うわ、何今の音。あかん、これはやっべ、本当に怖い、本当に怖い。おお、危ない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 。うわー、やべ、すっげー、すっげー、ちょっとちょ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 、やばいやばいやばい、なんかちょっと怖い。あかん、ダメですね、これちょっとまずいっすね。やばい、帰ろう。すいませんすいません、怖い。トンネルもね、怖いな。やっぱ怖かったな。いや、帰ろう帰ろう。いや、あのね、なんかね、二つ目ぐ、お前、ちょっと車の鍵よこせ、早くよ。探してたじゃねえかよ。あのね、はい。上から照らさなかった。上から照らしてないよ。やめて。まあ玄関の中に入ったんですよ。入ったら空気が違うわけですわ。なんかあかん気がするわね。角を曲がったわけですよ。で角を曲がって、でまだ行けるかって思ったんだけど、これ言い訳じゃないんだけど、バッテリーがね、これ以上ロックができないんだったらいけないじゃないですか。だからそれで戻ってきたんだ僕は。だから怖かったわけじゃなくて、まあ、怖かったんだけど、怖かったんだけど、でもなんかね、なんか音はするね、なんかね。お前来いよ。でも車に一人でいても怖かった。こっちで大丈夫です。とりあえずカラオケ行こう。第三弾をやるとしたら、とりあえず降りて車から。お前運転しろよ。じゃあいいよいいよ、じゃあ車両やってよ。嫌なんだ、ああいう場所は。じゃあ車両はやって、そしたらもういや無理だよ俺本当に。カメラもやってさ、セッティングもやって、機材調整までしてさ、編集もやって、アップロードまでやってさ、それでいてさ、企画までやってさ、アナウンスまでやってさ、状況説明までしてさ、演出までやってさ、その上お前フレームに入ってんの俺だぞほとんど。だったらなんか一つぐらいやんな、挙句の間に車も降りないんじゃ。なんかさ、一つぐらい手伝ってあげようかなとか気持ちだってあんだろ。何、途中まで一緒に。いいよ、分かった分かった。いいよ、じゃあ分かった、次は AD つけますよ。3人。次は5月ね。第3弾言うぞ。おお、素晴らしい。俺と、あ、そう、ちょ、俺プリクラ歌わなきゃいけない。ください、もう頼むぞ。頑張れよ。なんとか3人まで、バッテリー持つ。メガネ取ってなんもない。